とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はナイトメアモッドを入れております。ナイトメアモッドに、これ、ハーフクロスボウの無限ダイナモ。これで通用するかどうかを試してみようと思います。いけるならば、ラッキーだよね。ということで、試しに、ボスラッシュ、簡単な方、行ってみましょう。それでは、まずは、ダイナモを20まで貯めてからスタートしますね。OK、20まで貯まりました。では、一発でいけるよね。あ、いけるよな。ちょっと待って、こいつらがいけない。ちょっと待って。いけないの？うわ、全然倒せないわ。ちょっと待って。話にならん。全く倒せない。嘘やん。一応ね、一発、1400万を、10発以上撃つのよ。それで、ダメなの？ザコすら倒せないのか。そうか。これは無理なのか。なるほどね。これはちょっと、あ、なるほど。ザコすら無理だ。無理。とてもじゃないわ。はい、検証結果。ナイトメアは、ハープクロスボウじゃ無理。全然火力が足りない。いや、結構火力あるよ。一応ね、ダイナモを貯めて撃てば、1350万を10発ぐらい入れるのよ。もう、1億4000万ぐらいはダメージが入るはずなんだけども、いや、全然、全く、びくともしない。そうか。なんかソープレードで、結構簡単に倒してたから、いや、いけるもんだと思ってたら、全然無理。話にならない。やっぱり、ナイトメアは、弓は、意味をなさない。もう、近接の、むちゃくちゃ火力高いやつじゃないと、倒せないんだな。ちょっと俺はね、思い上がってたかもしれません。このハープならいけると思ったんだけど、全くいけませんでした。はい。ちょっとなんかショート動画みたいになりましたけども、こんな感じです。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。